Welcome to ガンダルムバトルオペレーション NEXT。 そうか、切断に対して、デメリットを付与しますよっていうのを11月にやるよって発表したから少し減ったのかな、切断するプレイヤーが。まあだけどもうすでにやってしまった人たちはもう遅いよね。散々やってたからね。だから11月でどうすんのかなみたいな。アカウント作り直すぐらいの。まあ、ちょっとうるさいんですけど、こうしなきゃいけない小技なんで。中継地点を占拠。損傷警備。ごめんよ。ランダーゼロ移動の中。損傷増加。中継地点を奪われました。損傷甚大。もう持ちません。すごいっす。イエス。戦闘エリアに未確認機が侵入。中継地点を奪われました。連続撃破している味方がいません。心強いですね。撃破されました。で、まあね、コストは一体裏取りされてるね。あれをさっさと壊そう。今回味方機がやられました。再出撃する場所を選択してください。出撃です。味方機がやられました。中継地点を奪われました。中継地点を占拠。全ての中継地点が味方機がやられました。溶けてった。損傷増加。溶けてった。面白すぎるわ。遺跡、気をつけて。遺跡が中継地点の戦闘、遺跡が中継戦勝中だ。もう期待大破。一気溶けしていくんだ。未中継地点を奪われました。俺を空気で最後までやられるのが面白い。出撃する場所を選択してください。出撃です。我が隊の戦力で、あれアシスタファイナルですね。中継地点を占拠されています。ここすげーですから。スライスからね。再出撃する場所を選択してください。出撃です。連続撃破している味方がいません。心強いですね。
型機が中継地点を占拠。味方が撤去を撃破。ランダーゼロ。味方機がやられました。もう洒落でしかないよね。冗談かって思っちゃう。現在我々は劣勢です。なんとか反撃の糸口を見つけてください。あなたの力見せてください。中継地点を奪われました。残念。やっぱね、瞬間、継続火力が違うんですよね。3発、こっちは持続化ダメージなんですけど、のけぞりも取れないし、のけぞった後に、その後、あまりダメージを与えられないので、なんか割り合ってないなーっていうのが正直なところです。まあ、だけど、まあ、いや、きついよ。うん。やっぱ何よりポイント稼げないからね。全然お金がたまらない。お金のきつさが一番いいんだ。ウィングはなんだかんだで選挙とかでいいけど、やっぱ高コストゲー、タイプ使うほど高コストゲーだなってのよくわかる。まあ、ウィングばかり、やっぱウィング安定ですよ。っていうのが、ウィング安定というか、まあゲーツも使ったんですけど、ゲーツは割と近寄らなきゃいけないので、今私の中で持ってる機体ではウィングですね。実質一択ですね。一択だと思う。それ以外に出てくれるように作るガンダムとか出てこない、意外と出てこないので、もうね、そこにお金を使いたくないですね。たまんないから。ウィングで貯めてちょっとゼータ待ちっす。ゼータ次はゼータでね、やっぱりお金は使わない方がいい。そんな感じでございました。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。